その結婚をする原点において、自分がね、何か一点でも、その人のことを尊敬し、信頼し、そして、愛情の根底とするものが、そこにあるかどうか。仮にそれがあるのであれば、結婚したらいい。仮に、そこがないのであれば、別れて次を探した方がいい。 ペンネームゆかりさん、30代の女性から頂い,いたお悩みです。はじめまして、いつも辛い時や前を向きたい時、大愚和尚さんの YouTube を見て眠りにつく時間を送っています。少し心がスッキリするので良い習慣です。私が悩んでいること、それは彼との結婚についてなのですが、私の彼は飲食業で 朝から夜1時まで毎日休みも圧倒的に少ない中働いて5年になります。お付き合いしてまだ1年半なのですが友人としての付き合いの長さも合わせると5年になり寝る時間もなくどんどん不健康な顔になっていく彼を見てどうにかしてあげたいと考えています。彼も私も30歳を超えても自分の人生をあまり大事にせずただ毎日を過ごして きているといった生き方でした。4年前に父が亡くなり、いろいろ考えることができ、やっと自分の人生について考えたときに、恋人としてのお付き合いがスタートしました。彼は優しいと言われることが多く、実際に優しいと思いますし、またそこが好きなのですが、その分仕事に関しても何に関してもあまり意見がありません。仕事も意見を言わないと変わらないところも意見を言わず、 黙々とこなすスタイルです。店長ではなく従業員なのですが、口では独立したいと言いますが、そのためのお金も貯めていませんし、開業に対する勉強も全くしない。ただただ仕事をこなす毎日を送っています。覇気のない目、疲れた顔で昔から心配だったのですが、友人にそんなことを忘れて飲もうよと誘われて、朝まで飲んで、 彼が究極の寝不足になってしまうことが多々ありました。恋人になり結婚の話も出るとそんなわけにいかず、少しでも睡眠時間を確保したり、お風呂に使って疲れを取ることを勧めたり、仕事場に少し上手に相談できないかと言ってみたりと、私は前に進もうとしているのですが、彼の状況はなかなか変わりません。彼にどうしたい、どうなりたい、 と質問をしても、わからない。そして自信がないようで、ひたすら無言が続き、ぼそっと、店はするつもりやよ、いつか。といった、逃げ切れない返事が返ってくるだけです。将来の話、自分の考えを述べる局面に来ると、黙り込み、逃げの言葉でその場を忍ぶ。といった話し合いが、毎回なので、 少し疲れてきています。私も立派な生き方はしていないので、だから響かないのかと思い、悲しい日々を過ごしていました。そんな中、私が病気になり、手術をしました。けれどもそれが成功せず、すごく落ち込んでいる時に、転職の話が舞い込みました。すごく絶妙なタイミングで、 その話、話がなければ今もまだ手術の失敗にメソメソをしていたかもしれません。そしてその仕事に向かって走っていきたい。人生をやり直して母に私を産んでよかったと心の底から感じてもらいたいという気持ちが生まれました。そんな気持ちが生まれたものの少し彼に背中を押してもらいたいと彼に相談してもまたいつものだんまり。そして一言、生活する時間がずれることが嫌だと言われ、 正直その答えにがっかりし、別れ話にまでなりました。私は子供の頃から家族を作ることが夢で結婚願望があります。私はもう少し先の問題を話し合えて、二人で頑張って乗り越えていこうという言葉を彼から待っていたのだと思います。自分に自信がないゆえに未来を見ようとせず、毎日の仕事だけで頭をいっぱいにし、休みの日は 私と彼との時間を楽しむことに全力で使ってもらう。そこから一歩思い切って前に進んでほしいのですが、彼はお金もない、時間もない、毎日精一杯すぎて何かを言う気力もない、といった内容のことを言い、それでも大事にしたい、結婚したい、と別れ話が出た末には、そう言って泣いて話してきました。 彼は嘘をつくことができず、仕事も器用でもなく、容量もよくありませんが、しっかりとした責任感があり、私はそんな彼が自信を持った時に、未来を見据えた時に、その姿を見たくて、彼が変わった時にこの人はすごいぞ、と、そう思い分かれずにいます。私が変わろうと今、ものすごく前向きに人生を歩いているのですが、彼に伝わるか、 不安です。そして今自分が転職してものすごく充実しているので、それが伝わってほしいと思っています。どうすれば私の思いが彼に伝わるでしょうかじっと待つのは正しいのでしょうか人はそう簡単に変われないのも痛いほどわかっています。でもそんな彼が見たい。自信をつけてほしい。そして何より、手術の影響で子供を産むなら早めがいいと言われているので、 結婚に少し焦りが出てきています。それと同時に、実際に同性の話が出ていて、彼のお母さんや親戚からも結婚をせかされている今、しっかり決断をしたいので、大イ和尚さんの話を伺いたいと思い、メールをさせてもらいました。大イ和尚さんの言葉を腹に据え、未来を歩きたいです。そしてできれば今の彼と歩きたい。そんな思いです。よろしくお願いします。 ゆいま教というお教があります。このゆいま教には、ゆいま古事と言われた、大富豪であり、また、出家したお坊さんではない在家の身でありながら、仏の教えを理解し、そして、実践をなさっていた、というゆいまさんの、 この結馬孤児が結馬教の中でこんな言葉を残しています。「直心これ道場苔泣きがゆえに」「直心これ道場苔泣きがゆえに」 どういう意味かというと、道場というのは、建物とか、ある特定の場所、それを言うのではないと。そうではなくて、自分の心こそが道場である。苔なきがゆえに、というのは、そこに、嘘や偽り、ごまかし、 そういったものがない心の世界。それがここにある。だから道場というのは、どこかの場所のことを言うんではなくて、ここにあるんだ。そのような意味の言葉です。さて、ゆかりさんの問題は何かというと、結婚をしたいのか、それとも彼と結婚をしたいのかということです。 自分にとっての理想の結婚像、こういう人と結婚して、こういう人生を歩んでいって、こういう結婚生活、将来は子供に囲まれて、そういうものは誰もが夢見るでしょう。当然です。けれども、その自分の頭の内にある理想の結婚の像というものは、あるいはテレビを通して、あるいは映画を通して、知らないうちにその人その人の 理想のイメージというものが頭の中にできてくるわけです。けれども、自分が思い描いている結婚のイメージと、自分が実際に付き合って、この人と結婚しようかなと思う人、必ずしも自分の頭の中に思い描いている結婚ストーリーに登場してくるような人物ではない可能性がある。多くの場合違うでしょうね。 さて、ゆかりさんの問題は、今言いました。結婚をしたいのか彼と結婚をしたいのかでこれは、同じようでいて、大きく違うということをわかりますかね自分の、これまで見てきた映画であったり、本であったり、テレビのドラマであったり、なんとなくね、理想の旦那さん理屈、理想の家庭、理想の自分の結婚像っていうものがある。でそれと多くの場合、 出会ってしまった男性っていうのは違うもんなんですよ。それはそうだ。ね。違うもんなんです。けれども、そこでね、自分の理想の結婚像と、現実の結婚というものとの葛藤が始まっていくのが夫婦生活なわけです。で、そこへ来て、今、ゆかさんは、ご自分の病気のこともあった。年齢のこともある。だからお互い、彼と結婚したいけれども、 でも、自分の理想とする結婚像が彼と結婚したらこのままの彼と結婚したら描けないのかなっていうようなところで今この葛藤を持ってらっしゃる。先ほど言いましたゆかりさんの問題は何かっていうとここをまだ曖昧にしてらっしゃるのかなというところこれが問題なんです。理想の結婚像を達成したい。 これは悪いことじゃないんです。そういう人と出会えればの話です。けれども、また今の彼と結婚するというのももちろん間違いではないんです。どっちに転んでもどちらがが間違いということはない。だけれども、問題は自分が彼と結婚したいの。 理想の結婚をしたいのか。ここを曖昧にしたまま結婚すると、結婚してもそれは長くは続かなくなると思います。で、またどっちに転んでも、その結婚生活がうまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれない。それは100%の保証というのはないわけですね。だけれども、まずね、 前提として、ゆかりさんが自分の心の中で彼と結婚したいのか。彼が今のままの、仮にね、今のままの飲食店で従業員としてずっと勤めている。この状態のままで、でも彼の嘘をつけないところ、責任感のあるところ、不器用だけれども、非常に真面目に働く。 いやそういう彼の真面目さ。そういうところは好きだと。この一点において少なからずとも彼さんは彼のことに彼を尊敬し、そして愛情を持ち、彼と一緒にこの道を歩いていきたい。これはこれで立派なことだと思います。一方でね、自分はいやそうじゃないと。昔から結婚願望があって、 そういう結婚生活を自分はしたいんだと。で、そちらを優先するんであれば、ひょっとしたら、今の彼とは別れて、別の人を探した方がいいのかもしれない。で、ここをね、ゆかりさんもっと自分に問うた方がいいです。自分の直心ここに問うた方がいいです。で、ゆかりさんへのね、この、 今の彼と結婚できれば歩んでいきたい。でも自分の理想の結婚もしたい。で、ここを両方持ちながら行くと何が起きるかというと結婚してからずっと喧嘩ばっかりになっていってしまいます。で、もしゆかりさんが彼と結婚したいと思うならば 彼に独立を促すことはやめた方がいいと思います。あのね、人間は、ましてや独立企業っていうのは、強制をする、されてやるものでは全くないわけですね。もちろん、ゆかりさんとの結婚が気になって、あるいは子供が将来いずれできるかもしれない。その時が転機になって、彼が自分で独立企業しようと思うかもしれない。けれども、 今のタイミングでこれだけ散々喧嘩をして彼に独立しろ、独立しろって言われても彼自身もね、その気が本当はないのかもしれないし、あるいは独立企業をするということが彼にとって、それが彼にとってぴったり合ってるのかっていうこともまたわからないんですね。独立企業をするということは、あの、誰にでもチャンスはあることですけれども簡単なことではありません。で、また独立企業をしたら、 今以上に時間がなくなると思います。ね、独立起業したら、ゆかりさんと仕事の時は仕事の時、家庭の時は家庭って言ってきっちり時間が取れるかって言ったら、なかなかそうではないという時期がある時期必ず必要なんですね。それはやっぱりお金稼がなきゃいけませんからね。ですから、一つは彼自身の中に ゆかりさんからの今のこのお手紙を読ませていただいてて、彼自身の中に彼がその、本当に自分でね、いや、いつか独立起業するつもりだよって思って言ってるけれども、それが今ではない。まだ自信がないというだけでなくて、なんか彼の中でね、その気力が今ない。また、そういうつもりでまたいないのかもしれない。 ただ、ゆかりさんが一生懸命頑張ろうって言ってるし、結婚しようっても言ってるし、ゆかりさんのことも好きだし、だから、あ、独立したいなという言葉を本心でないけれども、まあ、ポロっと言ってゆかりさんに合わせてるのかもしれない。で、それはわかりませんけれども、人間ね、本当にやりたいと思ったら、やるなったってやりますよ。で、またそれぐらいじゃないと、独立起業してうまくいく確率ってのはものすごい低いです。だから、 ゆかりさんは無理にね、彼に対して、ね、独立業をしろ、独立教室をいつになったら独立するんだっていうことを促せば促すほど同じような状態から、ゆかりさん自身はね、どんどん私はこうして転職して頑張ってるんだ。だからあんたも頑張れ頑張れ頑張れっていう気持ちが強くなってくる。で、また余計イライラする。でも彼からしてみるとね、ゆかりさんはどんどん転職して、病気をきっかけに頑張ってるけども、 そうしたくないんだよなってもなれれば、もうどんどんまた自分に対する自信をなくしていってしまう。ですよね。仕事でものすごく自信を持ってらっしゃる方じゃないんだったら、それがね、唯一自分を大事に思ってくれてる恋人からね、あんたしっかりしなきゃダメよ。あんたしっかりしなきゃ結婚しないのよって言われたら、どんどん自信なくすじゃないですか。それはすごいかわいそうなことなんですよ。だから、 ゆかりさんが彼と結婚したいと思ってるんだったらば、彼がこの後、独立起業するかもしれないし、しないかもしれない。今の従業員として飲食店に働いてるというところで、そのままずっと行くかもしれない。でもそれもひっくるめて、彼を認めて結婚するというつもりでなかったら、彼との結婚をやめた方がいい。わかりませんよ。ひょっとしたら、ゆかりさんと逆に、それを結婚して、 ね、そして、一緒に生活をすることによって、どっかでね、彼自身も、そろそろ独立をしようかなって。うん、結婚したし、子供もできたし、もうこれ以上ね、じゃなくて、やっぱり頑張って俺もやっていこうかなっていう時が来たら、結婚した後に彼が伸びてくるからもしれない。あるいは、そのまま彼の真面目さっていうのを生かして、そのままずっと行って、えー、ひょっとしたらそこの店の店長になるかもしれない。とはわかりません。けれども、その店長になる器でないんでなければ、 ね。またそれが彼に合っていないんでなければ、従業員のまま行った方が幸せかもしれない。はわかりません。けれども、それもひっくるめて、彼と結婚したいと思うんであれば、結婚したらいいんじゃないですかいや、むしろ結婚すべきだと思いますね。けれども、怒りさんの中でね、いや、彼のことは好きだけれども、真面目なところはあるけれども、やっぱり、 これまでの状況を見てね、彼と付き合ってる分には問題ない。けれども、もしかしたら、結婚して、子供ができてって言った時に、さすがにこのままの状態でずっといられるってなったら、結婚生活やっぱ成り立たないなと思うんであれば、これは別れて別の人を探した方がいい。いずれにしても、問題は彼にあるんじゃなくて、ゆかりさんにあります。ゆかりさんが悪いって言ってる意味じゃないですよ。 ゆかりさんが彼と結婚したいのかそれとも結婚をしたいのか自分の理想の結婚をしたいのかここで揺れているのでゆかりさん自身が苦しいわけです。ね、でも、お互い、まあお父さんの死、亡くなられた死っていうこともありましたし、このままずるずるといくんじゃなくて、もう年齢も年齢だし、子供子供、子供を産むということだって、できるだけ早い方が当然いいわけですから、そのことを考えたときにね、 どっちにしなければしたらいいのかなって非常に悩むところだと思います。猪狩さんに対して、処方箋では何かっていうと、うん、直心これどうしよういいです。彼が今、 独立企業をする、そのような姿勢を見せる、見せない。これは置いといて。仮に、ゆかりさんの彼が今のまんまで行ったとして、ゆかりさんはそれもひっくるめてね、自分も頑張って彼と一緒に家庭を築いていこうと思うかどうかです。それを将来、彼が変わった時にはすごいぞというこの一点だけで、 行くとというのはちょっと危険ですね変わるかもしれない。けれども、このまんまかもしれない。で、このまんまかもしれない彼を、ゆかりさんは受け止めて、彼と一緒に生きていくことができるかどうか。それを判断するのは未来ではなくて、現時点なわけです。だから、彼がこれから変わっていく可能性が全くないかといったら、それは嘘になります。 けれども、口先だけで変わるって言ってる。それを、ゆかりさんは、信じるということではなくて、変わらないかもしれないけれども、真面目で、責任感があって、コツコツと、口数少なく、言われたことをやる。職人さんですよね。そのような彼。 社長になって、店長になってっていうことは幸せかどうか、彼にとって幸せかどうか分からないんですね。店長になることがいい人とそうでない人ってやっぱりいるんですから。だけれども、そんな彼を認め、またそんな彼が好きと、そしてそんな彼と一緒に歩んでいきたいというのであれば、私は結婚したらいいと。けれども、それがゆかりさんにとって認められないと思うんであれば、私でこの後、 そのリサ、ゆかりさんの理想とする彼が、この後出てくるかどうかは分かりませんけれども、彼とのお付き合いはやめて、新しいパートナーを探した方がいい。そのように思います。私もね、お寺にいて、いろいろな方々の結婚も見ますし、福言寺で結婚式をやりますから、結婚も見ますし、 またその夫婦の最後っていうのも見ます。で、私いつもこう、おじいちゃんおばあちゃんたちがね、お亡くなりになった後にどちらか片方が残るわけですよ。で、特に、あの、女の人っていうのはいろいろこう話してくれますから、あの、おじいさんが先に亡くなって、おばあさんが残った。そうすると、あの葬儀の後ね、いろいろ四十九日の打ち合わせなんかの時に話を聞くんですよ。おばあちゃんおじいちゃんと、 どうやっっってて出会ったんですってそうすると「いや昔はねその今みたいな恋愛ってないので紹介されてねあの本当結婚のその時まで相手がどういう人だったか,とか知らずに結婚した」だけど「おばあちゃんどうでした?」って結婚生活これでねもう本当60年とかね70年とかってい人いるわけですよね。 60年、70年起きていろんなことあったけれども、どうでした結婚してこの人の奥さんになってどうでしたって言ったら、ああ、幸せだったよっていろいろあったけどねって言う方もある。かお見合い、結婚が必ずしも悪いってわけじゃないんだなっていうのは最近非常に思いますよね。で、一方で大恋愛で結婚したのに、すぐ離婚なさってしまう人っていうのもいっぱいあったりしますよね。 人間、夫婦っていうのは面白いもんだなって思います。恋愛して、とてもとても大好きって言ってて、もう結婚したらずっといがみ合って、それで、いやーもう本当にね、早く離婚したかったけど離婚できなかったっていう人もいるんですよ。いろんな世間体もあって。だけど幸せだったかって言ったら結婚生活、まあ、幸せじゃなかったねっていう人もいます。ね、やお見合いで そう結婚するまで全然知らなかったけれども、そこで縁あって、縁組が決まってですね、親同士の話し合いで決まって、で、結婚して、何十年も添い遂げて、いやあ、よかったって幸せだったって言ってね、あの、おじいちゃんの家を抱きしめていらっしゃるおばあちゃんもあったりします。だから本当、そういう意味では、何ができるとか、どんな風だったとかっていうことじゃなくて、結婚生活をどう捉えていくのかっていうのによってね、 夫婦の結婚というのは幸せであったり、それを不幸と感じたり、人それぞれ様々なんです。ただ、ただ、一点言えることは何か。その結婚という、この夫婦の原点において、どんな人であれ、私はこの人を旦那と決めて結婚するんだ。それを自分の直心に問うて、 それが今の従業員で逃げ切れない将来の話をするともごもごごまかすけれどもとてもピュアなところがあって嘘がつけない真面目にコツコツ働く責任感があるその良きところこの一点だけでもね私はこの人は器用にいろんなことをこなすけれども平気で嘘をついて責任感のない 人よりは好きだなと思って結婚するんだったら、これはこれで立派なことなんです。さて、結婚というのは、夫婦生活の原点になります。そして何よりも、子供が将来できるかもしれない。子供ができたときに、やっぱりね、どこかで相手を尊敬し、いいところも悪いところの人間ですから、いっぱいありますよ。ね、自分の思い思う通りの人ではないかもしれないけれども、 この一点において私はお父さんと結婚したのよっていうことが子供に言えるかどうか。そうすると子供もね、確かにそうだと。お父さんは不器用で口数は少なくてあるかもしれないけれども、仕事に関してはもう真面目で一生懸命する。やっぱり子供も尊敬するお父さんになりますよ。さて、そんなことで、直進、これどうしよう。け泣きがよえに。ゆかりさんの 自分の結婚相手として、彼と結婚すべきかそれとも、自分はもっと違った結婚の形を望んでいるのかどっちもありなんです。その上で、それを質問する相手というのは私ではなくて、ゆかりさんあなた自身の心です。いいですこの心で、 ただね、私からアドバイスをするとすれば、彼が変わってくれたならばという条件で結婚しない方がいい。彼が変わるかもしれない。その可能性はある。それをね、見据えるのはありだと思います。けれども、もし彼が変わらず、このままだったら、それでも結婚したいと思う。であれば、彼を選びなさい。それでいいと思う。けれども、それは無理だと。 彼が変わらなければ、彼との結婚はなしだと思うんであれば、別れた方がいい。ゆかりさんが転職をして、そこでね、また頑張ってやっていれば、それなりに、そういう人が現れてくるでしょう。必ず。辛い決断にはなると思いますけれども、直進、これ登場。その結婚をする原点において、自分がね、何か一点でも、 その人のことを尊敬し、信頼し、そして、その愛情の根底とするものがそこにあるかどうか。仮にそれがあるのであれば、結婚したらいい。仮にそこがないのであれば、別れて次を探した方がいい。何度も言います。直心、これ道場、苔、泣きがゆえに。 自分の心に世間体とか周りのプレッシャーとかこれまで彼と付き合ってきてて彼が泣くとか泣かないとかではなくてゆかりさん自身が彼を選んで今のままの彼であってもこのまま変わらない彼であってもそれをはたまた結婚の対象として捉えるかどうかそこにかかっていますそこは嘘をついてはいけない自分の心にねごまかしてはいけないけれども その上で彼だと思うのであれば、結婚したらいい。そうだと思わないんであれば、次へ行きなさい。それが私からゆかりさんに伝えられるアドバイスです。応援してます。頑張ってください。